植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はアロカシアの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。アロカシアは里芋かアロカシア属に分類されている植物の総称です。沖縄などに自生している桑水芋もアロカシアの種類の一つです。大きな葉や存在感のある装飾がインドアグリーンとしても人気です。それではよくある質問の一つ目です。土作りや植え付けに関して教えてください。アロカシアは苗や鉢植えを購入するのが一般的です。水はけ、水持ちの良いハイポネックス鉢、プランター用培養土などの土を使って一回り大きな鉢に植え付けます。小鉢や中鉢は毎年、大鉢は2年に1回の割合で植え替えを行いましょう。アロカシアの植え替え適期は5月から8月ですが、夏の猛暑や冬場を避けて丁寧に行えば他の季節も可能です。苗の根がしっかりと張っていない場合、芽が出るまで常に土が湿っているようにしておきましょう。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。アロカシアは生育期は春から秋にかけてです。この時期は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。鉢受け皿に溜まった水を放置すると根腐れすることがあるため、水やりするたびに捨てるようにしましょう。肥料は生育期に2ヶ月に1回ブロミック観葉植物用を置き肥するのがおすすめです。冬に備えて強い株に育てましょう。続いて3つ目のよくある質問です。枯らさずに元気に育てる方法は？アロカシアは単陰性があり、直射日光がさんさんと当たる環境は苦手で、柔らかな日差しの当たる場所を好みます。室内で栽培する場合はレースのカーテン越しなどで管理しましょう。特に夏場の強い日差しや西日を浴びると葉が焼けて落ちてしまうことがあるので注意が必要です。アロカシアは空中の湿度が高い環境を好みます。年間を通じて葉に霧吹きで水をかけて水分補給をしましょう。各種ミネラルを豊富に含んだ活力液、速攻スプレー液を葉に散布すると株の活力を高め、生き生きと育ちます。最後にアロカシアの育て方の基本情報です。置き場所は直射日光を避けた日当たりの良い、風通しの良い場所で、水やりは土の表面が乾燥したらたっぷり与えましょう。地植えの場合、特別な水やりは不要です。病害虫には強いですが、肌にナメクジの被害に遭うことも、見つけたら殺虫剤の活用も。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。 Hyponex